鹿島臨海鉄道株式会社は、茨城県で貨物及び旅客鉄道事業を行う第三セクター方式の鉄道事業者。本社所在地は、茨城県東茨城郡大洗町桜道301番地。鹿島臨海鉄道の頭文字を取って、KRT とも略される。大洗鹿島線と鹿島臨港線の二路線を有し、大洗鹿島線にはの頭文字を取った、オークルの、 シンボルマークがある。元来は、鹿島臨海工業地帯への原料及び生産品の輸送のため、1969年に日本国有鉄道や茨城県、新出企業の出資により設立された貨物専業鉄道であった。一時期、新東京国際空港への航空機燃料の暫定輸送に対する地元への見返りとして、鹿島臨港線北鹿島鹿島港南館で、 旅客営業を行ったことがあったが、乗客が非常に少なかったことから、航空機燃料暫定輸送終了と同時に廃止されている。1984年、決して収支予想は悪くなかったものの国鉄の財政悪化によって、国鉄線としての開業が危ぶまれていた日本鉄道、建設公団建設線である、鹿島線北鹿島駅北を引き受けることになり、大洗鹿島線として、 再び旅客営業を行うようになった。燃料輸送の終了後、貨物輸送量は一時大幅に減少したが、貨物のコンテナ化を進め、再び取扱い量を伸ばしている。なお、1989年から1996年まで、大洗鹿島線でも、貨物列車が運行されていた。鹿島臨海鉄道路線付き動車 6000K8000、計2020年1月現在、 機動車は2形式18両が在籍している。いずれも大洗鹿島専用の車両である。各形式の概要は次の通り。ディーゼル機関車2017年3月31日現在、ディーゼル機関車は2形式3両が在籍している。各形式の概要は次の通り。遠線の小学校に通う12歳という設定の キャラクター、鹿島カリンを2004年頃より使用している。通称は、ハッピーポイントカリン。ありがとうございます。